皆さんこんにちは、ユーストリームそして、YouTube をご覧の皆さん動画配信の方ねご覧いただきましてありがとうございます。まもなく本番がスタートなんですけれども、これ著作権法の関係で音楽は、こちら動画配信の方は流れませんのでその間も喋ってるのは少しは入ると思いますので、一応飽きずに最後までお聞きいただきたいと思います。それでは、あと15秒ほどで、番組の方がスタートいたします。ヤサヤサアンテナです。はい、皆さんこんにちは。今日は6月の24日の金曜日、再放送が6月の25日の土曜日の15時ということで、まずは気になる週末のお天気ということで、沖縄本島地方今日24日、最高気温が33度、最低が27度ということで、28度かな。はい、これで晴れということで、降水確率が、最初 10% だったんですが 20% に増えてます。ちょっと雲が多くなってきましたよね。で、明日25日ということで、沖縄本島地方は最高気温が33度、最低が28度で、晴れ時々曇りという形なんですけれども、やっぱり降水確率上がっちゃってますね。 30% もしかして明日降るかもしれないっていうような感じですね。はい、それで、日曜日、こちら26日、こちらの方は、ちょっと待ってくださいね。これ最高気温が入ってた32度、最低が27度、曇り時々晴れということで降水確率が 30% ということで、一応沖縄県地方は、太平洋高気圧に覆われておおむね一応晴れているということですが、ちょっとね、あの雲の多さが気になります。今日ここはですね、美浜のサテライトスタジオなんですが、そうですね、海側を見る限りはね、あの意外と雲がそんなにないんですが、山側というかちょっと東側を見ると雲が結構あるなというような感じでございます。もう、最高気温が30何度っていうとね、もう熱中症になる方が多くなると思いますけれどもね、皆様暑さを避け水分をこまめに補給するなど十分な対策を、取ってくださいということです。なんかね、円が今のニュース流れてきた速報で円が急騰しまして99円ということでね、これでまた外国人の方が日本で買い物をすると高くなっちゃうと、逆に日本の人が外国に行ったら安くなっちゃうっていうような感じでございます。ちょっとね、観光立県ね、沖縄にしてはちょっと心配なニュースでございます。はい、私の方はですね、先週から今週にかけて、南は糸満から北は大宜味村で、西は瀬底島、東は海中道路までお仕事に行ったり来たりしてましたが、ティーダカンカンということで、ものすごいね、絵になる風景に出会ってきました。小売ブルーとかですね、あと糸満からのケラマ諸島もはっきり見えて、伊江島の夕日のシルエットも素敵でした。実はそれで水曜日打ち合わせで、あれですね、今日のゲストの優作さんはやんばるの人ですよね。はい、はい、僕うなぎ人の出身です。そうですよね、はい、はい、突然入っちゃいましたけどもね僕久しぶりに名護で夕食を取ったんですよ。はい、はい、でなんかね、これね、伊佐川っていうところにある万味っていう店、万味、すごく有名な店って、はい、これ知らない人は北部の人間じゃないと言われてる店ですって。はい、知ってた？名前だけ聞いたことあります。そうですか。そういう名前聞いたことあります？ないです。はい、なんかですね、芸能人が必ず行くような店で、それであの夕方の時間帯とか行くともういっぱいで、ね、予約なしでは入れませんって言って、まあ、あの僕も行ってきたんですけれども、はい、もうすごいあの芸能人の色紙が全部に張り詰めてて、はい、もう張り切れないぐらいになってます。何屋さんなんですか？豚なんですけども、一応ね、ここねすごいんですよ。トム・クルーズが前沖縄に来た時にそのお店に行ったんですが、予約してなかったから断られて帰ったっていうお店でございます。本当にそうです、そうです、断ったというお店でございます。これね、もともと20年前からやってるってことで、この元祖、今よくあのアグー豚とかそういうあの島豚屋とかそんな名前のお店がたくさんありますけれども、元祖この豚を取り扱ってる、島豚を取り扱ってる店ということでした。はい、結構ね、私はしゃぶしゃぶ食べて、あとガツの刺身みたいなの食べて、あと、なんだ、炭火七輪焼きの焼き物とか食べたんですけども、はい、やっぱりお肉を美味しく出してくれますね。はい、すごく良かったです。はい、ということでね、まあ、そういうお店も行ってきたということで、ちょっとね、あの食べたということで満足で、体重がますます増えてるということでございます。はい、皆様もぜひこのまんみって店行ってみてください。この夏こそダイエット、沖縄移住13年目に途中。
突入、口が回らない株式会社青葉沖縄島内地オムリンこと、今日は小村慎一郎が、今日は宮間さんがですね、本当はパートナーの女の子いるんですけど、すいません、今日やろうばっかで、今日ですね、あれなんですよ、舞台のお仕事があってね、今日はちょっと前から休ませてくださいということだったんで、ちょっと宮間不安がこの番組多いんで、今日みんなメールくれないなんていうのがたくさんありそうなんで怖いんで、ただとりあえず最後まで聞いていただきたいと思います。今日のですね、やさやさアンテナの番組内容なんですが、オープニングの後 CM を挟んで、今週の気になる記事、今週のイベントコーナー、これらを軽く流しまして、今日はですね、ダブルゲストデーということでね、今週のゲストコーナーのパート1、皆様おなじみ女村、沖縄の昔琉球村さんからは、まず、そうですね、先に係長さんですね、営業部の、中松誠係長様、こんにちは。はい、こんにちは。はい、そしてよろしくお願いします。そして、準レギュラー又吉優さんでいいですか。はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。慣れてますね。慣れてます。普段本当仕事してるんですか。してますよ。よく来ていただいて嬉しいんですけども、毎回話題がね結構あるんで、今日はね中松さんの方もいらっしゃるんで、はい、結構違う話題も出てくるんじゃないかなと思って、はい、楽しみにしております。それと、後半ということでね、実は那覇市から、ね、来てるんですね。那覇市の金具宿って空港の近くなんですけれども、ここで、J クラブというですね、あれはバーなの、何屋さん、バーです、バー、はい、ダーツがあったりとかあれなんですよ、はい、朝何時までやってる、5時までやってます。5時までやってるんで、はい、飲み屋のお姉ちゃんがお仕事終わって、ああ癒したいっていう時にそこのお店に来るんです。そうするとそのカウンターに横に僕が座ってるとチャンスということで、こういうなんか、でも一応私どもの食べどころマップっていうのにね、はい、一応だもう出ていただいてるんで、ちゃんと私どもの番組の中では合ってるんですけれども、一応、今日は周年祭ということで、そちらを、はい、知らせていただきたいと思います。はい、はい、でも定番になりました、今日は、玉城ゆりディレクターということで大丈夫ですか。はい、声をどんどん出していただいて大丈夫ですからね。はい、ウエスさんいないと、なんか今日はこれでウエスさんだったら大変でしたね。みんなやろうばっかりでみんな帰っちゃいますよね。はい、一応こう一点後ろの方に隠れております。はい、今日もですね、アメリカンビレッジチャタンメディアセンター内 FM 時代三浜サテライトスタジオより公開生放送でお送りいたします。はい、今日はあれなんですよ、昨日ちょっといろんなのがあって、はいはい、4時ぐらいまで眠れなくて、なんかしない、無呼吸だったのかな、なんかそれで、眠れてない日っていうのは次の日口が回らないんです、ごめんなさい。ちゃんと寝てる日は口が回ります、はい、やばいですね、はい、ごめんなさいね、お聞き苦しい方はい、お送りいたします。オープニングで フリーペーパー沖縄ガイドブックヤサっていうことでさっき言いましたけれども、これ実はですね、沖縄観光の、夏はですね 70% ぐらいがレンタカーなんですよ。で、春夏皆さんももう研究されてるんで分かると思いますけども、春夏は修学旅行とかいろんなのがあってバスツアーというのがあって、だいたい 50% から 60% ぐらいが、レンタカーのお客様なんですが、これからの季節すごくね、レンタカーの割合がすごく高くなる時期なんですが、このレンタカーの、お客様の方に認知度っていうか、これ、ゲット率ナンバーワンのこれフリーペーパーでございます。はい、この中にはですね、いろいろね、グルメからからね、マリンからいろんな情報が載ってるんですけれども、今日ご紹介したいのが、1個ですね、本部町の山川にある川造り専門店カワンチュさんって、ご近くで知ってますよね。はい、はい、ここずいぶん昔からやってるんで、池田さんって方がやってるんですけれどもね、ここ造りはもちろん財布とか革グッズの革グッズで、この革すべて本部牛の亡き人じゃないけど、でも、ね、はい、地元の方ですよね。すごくあれですよね、竜宮城さんも近いんじゃないですか。そうですね、そうですね、さんも、まあ、そうですね、道挟んで少し前に行ったところで、はい、すごい頑張ってます、はい、ね、でなんか自分のあれですよね、絵が描けるっていうか、絵付け体験っていって、なんか機械でこうやって描いて、はい、それが自分で持って帰れる、オンリーワンを作れるということでございます。やさクーポンをね、持っていきますとオリジナルグッズをプレゼントということです。ぜひこちらをご利用いただきたいと思います。では、これ朝の設置場所ということで、発声と滑舌のために、いつもうちの宮間ちゃんが喋ってるんですけれども、茶谷町だけ言います。茶谷町ですとビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパホテル、ハンビーリゾート、宜野湾市では、宜野湾市も行っちゃいましたね、ラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ホテルムーンオーシャン、そしてまたこのスタジオすぐ近くのカーニバルパーク1階、ドラゴンパレス1階で受け取れます。那覇空港ではコンベ、まあ全
部行っちゃいましょうね。コンベンションビューローのカウンターと旅行総合案内所 LCC ターミナル売店に、専用スタンドがあります。それで那覇市内ではユイレール各駅レンタカー営業所30カ所60ホテル、沖縄本島全域のホテル道の駅などで手に入れられますということでよろしくお願いします。あとこのラジオ皆さんどうやって聞いていただいてるかっていうと、はい、みんな車の中で聞けるんですけど、ちょっとチャタンのエリアを越えちゃうと聞けないんで、そういう方皆さんどうやってこうやって聞いていただいてるかっていうと、サイマルラジオっていうのがあって、はい、FM テイというので、あの FM ニライのホームページから入ると入りやすいんですけれども、それかもしくはリスラジ、こちらを見ていただくと FM ニライということで、これ音声も入ってですね、音楽も入って、この曲全国で、ね、お聞きいただくことができます。またこの番組は、ユーストリーム、あと、YouTube の方で動画配信もされてますので、この喋ってる、ね、音楽はこれ、はい、動画配信は流れませんので、はい、あのその時間もおしゃべりしてる内容が全部入ってしまうということでございますので、うん、一応あんまりそこで会社の悪口を言っちゃいけませんよということでございます。はい、沖縄観光情報番組オムリンと、今日は宮川がいませんが、やさやさアンテナ、この番組は沖縄料理チヌバン、チヌバン別邸、女サンセットモール、うまいもんやキューベ、ギョギョマン、海の幸昔々でおなじみチヌバングループ、沖縄フードディスカウントサービス、 ABC レンタカー、 ABC 空港パーキング、 ABC 旅行センター、日本そばダイニング上昇釜、あと5月26日にオープンいたしましたワンコイン居酒屋バルマキシ2丁目でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行しております。株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで CM です。はい、ちょっと愛の手を入れてくれるとちょっと嬉しい。ああ、了解しました。はい、よろしくお願いします。ちょっとそれをやっていいのか悪いのか打ち合わせしてなかった。あ、大丈夫大丈夫。あ、もうどんどん入れてください。豚を食べに行きましたって言ったら、もう後潜りですねとか。そうそうそう、大丈夫。それではここで今週の気になる記事ということで、私の方がいろんな新聞からピックアップいたしました。いくつか観光関連とかグルメ関連のグルメが最近多いんですけどもね、はい、一応この記事を、少し、ご説明させていただきます。まずはですね、いつもピーチばっかりですね、ピーチ、はい、高橋さんはあれですか、 LCC は乗ったことありますか？で、数回だけなんですけども、はい、まあ、基本的には全日空とジャルさんが多いですね。はい、そういう方がいるからちょうどバランスが合うんですよね。はい、あの一応ですね、あの先週もお話したんですけども、やっぱりね、この LCC が増えたことで、じゃあ JAL 穴が減ったかっつったら減ってないですよね。そうですね、やっぱりサービスが違うというか、やっぱり乗ってる方は安心して乗れる。特に沖縄の場合ターミナルが違うから、はい、ちょっとピーチに乗るのとバニラに乗るのは距離があるから嫌だっていう方も、ね、でも実はジェットスターは一緒ですよね。そうですね、はい、ジェットスターはね、まあ、結構そうですね。ということで、あのすいません、じゃあ乗らない飛行機の話させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、一応ピーチで江戸っ子風にティアンデーセールっていうのをね、今までで、ね、大阪でばっかり歌ったんですが、はい、今度東京に少し力を入れてるっていうことでピーチ、はい、ね、バニラが飛ばなくなった分そこにどんどん入り込んで今、はい、成田発がたくさんあるんですけれども、はい、一応こちらの、はい、東京路線に注目をということで、次の旅を計画して、蒸し暑さも吹っ飛ばしましょうということでティアンデーセールということで6月の22日から始まってます、はい、でこれ26日は日曜日かな、ね、ね、23時59分までということで、搭乗期間が7月の1日から10月の29日まで、一応期間によってあの区間によって違うということです、はい、沖縄関係の路線だけ言いますと、沖縄から福岡が3490円、ジャルアナじゃ絶対ないですね。ないです、破格的な値段ですね。そうそうそう、だから我慢しても乗っていいのかいけないのかって問題で、でもこれね、便が本当に空いてる便で空きがたくさんあれば安いけど、はい、混んでる便は
かえって高い時があります。スカイマークの方が安い時があります、はい、ということで、あとツアーで行くんだったらジャルアナの方が安い場合が結構、東京行くツアーだって39,800円とか、そ ね, ね、そういうのが多いですから、パックになってるやつですね。そう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 、はい、そういうのがまあ安心、多分そういうお客さんもいるからジャルアナが減らないんでしょうね、うん、はい、ということで、あと、成田までが沖縄から4,990円、この夏の時期でもですよ、安いっすね、お得ですよ、行った方がいいですね、はい、あとソウルが、これ仁川の空港ですね、2,990円、2000円でじゃないですか、はい、これ燃油サーチャージっていうかそういうの込みですからね、はい、あと香港が4290円ということで、近年なんか台湾が売れてるそうなんで、台湾は最近セールに出てきません。なるほど、前行きましたよね、前一緒に行きましたね、 LCC で行きました、もう荷物の制限が結構厳しくて、海外行ったらたくさんだって、それなのになんかビールとか持ち帰ってもうあの脱税ですよね、もう脱税じゃないです、脱税じゃないのか一生懸命ねみんなで持って帰ってきましたね、そうそうそう、みんなで分けてなんかそんな重くないはずだ急にカバンの中が重くなって無理やりビール全部詰めてって、はい、空港出たらすぐ取り上げで、仕入れの旅です、仕入れじゃない観光で行ったよ俺、運び屋か俺はっていうような感じだったんですが、まあね、この LCC もこんな感じでなってますよということです。あと、じゃあ次の話題いきましょう、東京商工会議所、長じゃないですよ、東京23区の中小企業を対象にした、景気がいいか悪いかの調査をしましたということで、これ4月から6月分ということで、とうとうですね、前年比で 3.0 ポイント減少ということで、景気は悪くなったよという人がだんだん増えてきてます、はい、これを、ね、どうしてかというと、熊本地震の影響もあるということで、生産や、ね、物流などの直接的な影響は見られなかったものの、だけど消費者の気持ちの中では、あ、今言っちゃいけないなとか、こういう抑えるみたいな感じです。自粛、どうですか、雪村さんはこの時期は減ってます、4月とか6月。まあ団体さんは少し薄い時期にはなるんですけども、元々ね、あの一番沖縄でも薄い時期ですよね、はいはい、4月から6月ね、はい、まあ、それに伴って、まあ、レンタカーのお客さんは、まあ、例年通り、まあ、動いているような様子もありますので、やっぱりワンピースのせいでしょうか、そうですね、そこら辺もあってかなり注目を浴びてますからね、はい、フィギュアが早く僕欲しいんですけど、ないんですよね、あの女の子の、ないですね、はい、はい、ということで、一応ですね、あとね、一番まずいのが、今まで爆買いってあったじゃないですか、これが明らかに減ってるって、っていうのは中国の政府が海外で購入した商品に課す関税を引き上げちゃったんですって。だから訪日外国人の購入額が減少し、売上も減少したということです。あと、来店の客数は増加しているものの、期待してたほどの売上につながってないということで、やっぱりインバウンドの爆買いが減速してますよということです。で、今日のニュース、この、 あのイギリスがどっちに属すかで、どっちになったか知らないんですけど、はい、まだ分かんない、僕は分かんないんですけど、ね、円がこうやって90何円になったっていうと、今度余計向こうの人にとっては高くなるから、こっちで買い物するのちょっとやめましょうねっていう、今チャンスで台湾行ったら、ぜひ一緒に行きましょう、ね、いいですよ、運び屋かい、また仕入れのため、そうです、はい、あと旅行関係のニュース、ですね、国土交通省の道路局は7月の15日から九州、あれ熊本地震があったから、うん、なんとか九州にみんな呼ぼうということで、九州観光周遊ドライブパスを実施することを発表しました。これ何かというと、九州中の高速道路3日間乗り放題で普通車が6500円、普通もっと高いんですよ、向こうはキロ数が長いんで、はい、ね、あと軽自動車で5200円ということで、関西から来た人は、またセットプランなんていうのもあって、9300円で関西から全部来れるよって、今までと比べるともう半額以下、この分が全部、この支援のためっていうか、この、ね、はい、熊本地震の落ちた九州地区をカバーするっていうことで出てるみたいです。専用のウェブサイト道旅というとこからね、対応してくださいということで、ぜひ沖縄の皆さんも、九州にも皆さん行きましょうという、うん、なんか修学旅行やなんか、はい、結構沖縄の人が九州に行く予定だったところ、うん、もうみんな心配だって言って京都に移ったりとか、はいはい、ね、京都奈良とかあっちこっち移っちゃってるみたいです。方面変更してるみたいです、ね、そうですそうですね、うん、だからまあ逆に九州に行こうとした内地の人が沖縄に来てる例もあるみたいですけどもね、うん、はい、でもね、もう今、まあ、余震がちょこちょこあるとみんな心配ですけども、うん、ぜひね、馬刺しも食べてほしいし、はい、ね、やっぱり熊本、ね、全体九州に行っていただきたいということです、うん、で逆に旅行商品の方なんですが、今度、九州復興割っていうのが、始まりまして、 HIS や楽天トラベルが、対象商品を発表しました。
まずね、HIS では、2016年6月23日より羽田と成田空港発着の特別商品ということで、九州内探検ステイコースでは3万円以上の、旅行通常代金が熊本を行った滞在で2万円も割引になるということは1万円でいけるということです。はい、でもあんまり沖縄の人にはですね、あんまりこれはメリットがないということで、今度ですね、まあ、他にもあるんですけども、楽天トラベル、九州復興割っていうので、これはどうなるかっていうと、熊本県で6000円以上の宿泊で使える、4000円復興割っていうののクーポンが、6992枚、そして2万円以上の航空券利用の宿泊旅行で使える1万4000円復興割クーポンが50枚など、券種は複数ありますが、一応この九州7県のためにそういう補助をするっていう商品が出てますよっていうことです。はい、一応皆さん九州もね、一応応援のためにも沖縄の人も行ってあげましょうということです。はい、九州は行ったことありますか？修学旅行以来です、ね、やっぱり修学旅行修学旅行ですよ。沖縄はやっぱり修学旅行が、そうですね、九州が多いということですね。はい、はい、そうかそうかそうか。じゃあ皆さん今年はこの時期、逆に言うと京都奈良に行っちゃってる方もいらっしゃるってことですね。2泊3日ぐらいって言ってましたよ、京都奈良は。みんなそんな短いんですか、修学旅行って？2泊3日3日3泊4日じゃないですか、ね、ですよね、2泊3日じゃ短すぎますよね、うん、個人旅行で行って帰ってくるみたいな感じになりますね。はい、京都になった分あれですかね、料金的に合わなくて短縮したのもあるんですかね。そうか、飛行機代が高いから、あ、エアの部分とか、そうですね、ちょっとレートが上がると、あと多分宿も高いですよね、京都っていうとね、そこら辺だと思います。あ、やばいやばいやばい、もう20分になっちゃった、やばいですね。はい、あとね、じゃあちょっと飛ばしてどんどんいきます。一応茶谷に、新しい3つのホテルが、立ちますよということで、ここにもあと3本立ちます。テラスホテルズが2019年の4月、大和ハウスグループがこれ、あのロイヤルホテルとかですね、これが2017年の4月、ベセルホテルカンパーナの沖縄のグループ、こちらが、また2020年の3月にオープンしますよということで、今度ね、チャタンが、中部の観光の拠点、宿泊の拠点に、滞在拠点になるという話。はい、あと、環境省が20日、国頭と東村、そして大宜味村の3村、この中で訓練場を除いてやんばる国立公園を決定しましたよということです。また北にみんな、ね、移動していきますよということです。国内で33番目ということで、世界自然遺産登録を目指す。あとね、まあスシローとかそんな話はいいですね。あとマンゴーが今年出来が悪いということで3割減ってるよということです。だからマンゴーをね元にした、多分いろんなもの高くなってると思います。はい、なんかね、でもあの花がね暖冬だったんで、花があんまり、花の方に、葉っぱの方に行かないで、幹の方に力がいったんで、一応なった実は甘いということで、糖度は高いということで、ただし取引価格が例年より 60% 高いということです。 60% 高い、はい、やばいですね。仕入れをやってる方結構やばいと思います。はい、じゃあこの後、ここで曲は入れるんでしたっけ？入れないんですね。もうやばい、時間がやばいですね。はい、やばいやばい、はい、ちょっとね、じゃあイベント関係で読まなきゃいけないのだけちょっと読ませていただきますね。ここでイベントの感じなんですけども、先々週ですね、ゲストで来られた、遠蔵さんっていうのが前田岬であるんですが、そこ前田岬にあるパスタ屋さんなんですが、そこが、明日25日にコロナサンセットみたいな感じで遠蔵サンセットということで、明日の、6時からということでイベントがあります。はい、こちらの方2000円で入場料で、フリーフーズと、ワンドリンクかということで、ライブも聞けますよということなんで、まだちょっとだけ席があるそうなんで、ぜひお願いしますということです。あと八重瀬町の方から丸ごと八重瀬ということで、6月の24から26タイムスビルの1階から3階のところを使いまして、いろんなフェアをやってますと、ライブやなんかもやってますよということです。そこら辺ですかね。あ、もうスシローの話はいいですね。はい、ということでスシローが先から、ここで曲を1曲入れましょう。ちょっとだけ休憩ですね。恋はフェニックス、グレン・キャンペル、お願いします。これも1番で終わらせましょう。じゃないと後ろが。あ、でも28分からだから時間は余裕ある。大丈夫です。なんですか、めっちゃ笑ってます。あ、あの人が、あの人が。
沖縄ガイドブックイヤサプレゼンツ、今週のゲストコーナーパート1ということです。今日本日のゲストということで、皆様おなじみ恩納村、沖縄の昔琉球村さんは、神奈川ですね、営業部の、中松係長さん、そして、いつもの準レギュラーの又吉さんということで、こんにちは、大変お待たせいたしました。はい、こんにちは。はい、ちょっとその前に1個だけ、メールが来てました。はい、よくメールくれました、ありがとうございますって感じです。はい、おむにさん、宮間さんいないんですけど、ゲストの琉球村の又吉さん、中松さん、J クラブの山田さん、もうたくさんいるから書くの大変ですね。はい、こんにちはということで来てます。昨日は慰霊の日でしたね。自分はその日誕生日で、お祝いムードですごく良い一日を楽しんでました。おむにさん、バースデーメッセージありがとうございます。また新たに一つ年を取りましたが楽しんでいきますということで、今日も一日素晴らしい日をということで、今日もラジオ千葉利用ということで、ラジオネーム鉄師匠ちゃんと来てくれてますね、嬉しいですね。はい、はい、ということです。はい、ごめんなさい。じゃあ、こちらの方ですね、まずじゃあ、又吉さんの方から。はい、はい、じゃあ、これは、ワンピースのイベントですね。はい、そうですね、はい、もう長いですよね、結構始まって2ヶ月経ちましたかね。結構子供たち喜んでます。子供たち結構いますね、はい、あともうやっぱりインバウンド、海外の方ばっかですね。もう今日朝もイベント会場見てきたら、もう海外の方でわーってなってたんで海外の方でわーっとなってるのいいんですけど、あの普通 の、 あの琉球村さん の、うん、あの入り口でみんなでなんか V をやったりとか、そういうのもやってるんですよね、はい、普通やってます、やってます。そういうことですよね。はい、はい、なんかワンピースだけの村になっちゃったのかなというような感じでワンピースだけではない、ちゃんとこの琉球舞踊とかもやってますから、ね、じゃあ両方が見れるってことですね。そうです、そうです。はい、それで、はい、今日はおすすめのお話、はい、今日はですね、夏に向けてちょっといろいろ企画が出てきたので、そちら紹介しようかなと思って。はい、大丈夫ですよ。はい、見てください。はい、ちゃんとまずですね、なんていうんです、食事のメニューがちょっと変わるんですね。おお、食べ物増えます。おお、若干増えます。まあ 2、はい、2つぐらいですけど。はい、これあれですよね、麦わらタコライス、あと、海賊宝箱。はいはい、これが増えた。あ、これじゃない、これもともとありましたよね。これもともとあります。下の方の、オリジナルランチボックス、琉球村限定、琉球村と竜宮城限定で販売してるランチボックス付きのメニューが2つ、3つ、4つ、3つぐらい増えてますね。はい、これみんなあれですよね、ワンピースさんの名前を使ってるってことは、どっかしらこだわってるんですよね。そうです、そうです。はい、タコライス、麦わらは、これはあれですね、このワンピースに出てる主人公の方ですね、麦わら帽子かぶったルフィの方ですね。それが入ってるとか、そういうの一個一個こだわってるってことですね。はい、はい、あとスイーツでも結構、オレンジジュース、ナミノってわざわざ、ナミってあのお嬢さんで、僕はあ、そう、お気に入りの、もしかしてこれが飲めたら、この下にあるコースターがもらえるの。そうです、コースター付きです。ちゃんとナミちゃんなの。そうです。あ、これはいいこれ奥に行かないと買えないの。あ、これは琉球村は手前で買えますよ。あ、そう、入場前のちょっと寄った時でも買えるってことですね。そうです、波をやっぱり手に入れないとずっと狙ってたんですけど、もうフィギュアって言ってたのにコースターでいいんですか。もうフィギュアだったら抱きしめたいんだけど困るって言われたんで残念。はい、あと、これが、メロンソーダもあるということで、メロンソーダ、はい、はい、あとフランキーのコーラフロートとかいろいろありますね。でこのランチボックスは持って帰れるんですよね。そうです、持って帰れます。なんか今回あれですね、琉球村さんと、あとこれあれですね、竜宮城さんでもやっぱりじゃあメニューは、あ、若干違うんですね。そうです、竜宮城の方がちょっと多いですね、はい、フード的には。はい、あ、本当だ、ちょっと多いですね。はい、デザートもありますし、ここ、おお、本当だ、いろいろある。はい、でなんか最近海洋博の花火大会のバスに、うん、なんかこのランチボックスがついてるよっていうツアーがいくつかあるんですけど。そうですね、はい、なんかそんなのもあるんですね。そうですね、はい、いろいろおすすめの商品になってまして、うん、ランチボックス自体が限定の商品なんですね。はいはい、でどこでも販売してないので、はい、まあ、こういった形でちょっとね、売り出しの方もしております。これじゃあれですね、台湾とかむちゃくちゃワンピース流行ってるっていうから、うん、あの中国人の方これ持って帰るんじゃないですか。そうですね、もうフィギュア持って帰らないですか。大丈夫ですかあのお人形お人形結構売れますからね。もう、はい、買ってくれる、買ってくれます。あ、そういうグッズも売ってるんですか。そうです、竜宮城の方は売ってますね。フィギュア系は竜宮城です、基本は。雪村にはちょっとないんですけど、はい、竜宮城の方でもこの海外の方のそれこそ爆買いぐらいの勢いでめっちゃ買っていくんですよ。びっくりするぐらい、こんなに買うんだっていう、こっちがびっくりしちゃうぐらい
向こうにないんですね、じゃあ多分ね。なの本物だとやっぱり本物ですもんね。日本製というか。そうですよね。はい、うん、はい。あとはイベントは？イベントというかあと一つがですね。はい。前売り券の販売をちょっと開始したので、琉球村のインターネットの方で受付やってまして、ちょ、通常2200円の料金がネットで買うと2080円、はい、でこれにプラス限定缶バッジプレゼントということで、はい、こちらもまた最近からですねスタートしてるので、ぜひこの缶バッジも限定琉球村でしかもらえない、はい、作ってないので、こちらも、はい、これは琉球村さんとこのワンピースのエリアの両方に入れる料金ですね。そうですね、今言ってた2200円、これが2080円ね。そうです、そうです。でも前売りだからね。前売りです。そのまで来た人は2200円ってことですね。そうです、そうです。ああ、そうかそうか、そうか。缶バッジももらえるんで、もう前売り券買った方が全然お得ですからね。そうですね、はい。あ、ここにも波がいる。そういう話じゃないですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、あと、そうか、このクーポンがついてくるっていうのは、クーポンがついてくる、クーポンがついてくる、あ、スターシアターで両方で使える。あ、そうです。コカ・コーラとちょっとコラボのイベントがありまして、いろいろやってますね。そうです、はい、いろいろやっちゃってますけど、はい、このコカ・コーラのペットボトルを買ってもらって、はい、このペットボトルについてるシールで当たりが出たら、この琉球村かこのスターシアターズさんの琉球村、あ、琉球村じゃない、ワンピースの映画の割引クーポンが当たるよっていうことですね。おお、琉球村は入場無料の、あ、琉球村の、はい、あのワンピースイベントじゃなくて琉球村の入場無料のクーポン、またはワンピースフィルムゴールド鑑賞無料クーポンが当たるっていうことですね。え、この外れたら200円クーポンです。すいません。おお。はい、このコカ・コーラはとか、このコカ・コーラ商品あるじゃないですか、はい、え、これはどこで買ったものですか。これはスーパーもその、どこでも今ついてるんですか。はい、はい、え、本当に後で言ってついてるから。スーパーです。コンビニ限定とかそういうのないですね。じゃないです、じゃないですね。はい、わかりました。これも楽しみですね。そうですね。はい、ぜひ、じゃあもらわなかったらちょっともらってないんだけどって言って大丈夫ね。ダメだったらまたでした。携帯番号教えて。怖い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 。大丈夫ね、はい。はい。ということで、一応じゃあこちら、まずはこちらのワンピースのね、ご案内ということで、はい、ちゃんと先輩に時間を分けないと大変なことになっちゃいます。お願いします。はい、それではお願いします。中松さん、今度は。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自分の方からではですね、はい、夏休み期間中のちょっとイベント、はい、情報案内ですね、はい、させていただきます。はい、まあ、例年行ってるんですけども、夏祭りというね、はい、家族で楽しめる、はい、企画を準備しておりまして、はい、内容が盛りだくさんになっております。まあ、基本的にはお子様方が楽しんでもらえるようにということで、お子様方が、ね、楽しみを中心とした内容で、考えられておりまして、こちら、芸能ショーがまず、民家の方で、見られるようになっておりまして、あと屋台コーナー、はい、あと体験のアクティビティコーナー、そういったコーナーを設けて、会場を、ちょっとね盛り上げております。でお子様にはですね、特典といたしまして、ホタルのガイドブック星座版、お菓子の特典ということで、お菓子のお家を作りまして、まあこのブースを作りまして、こちらから好きなお菓子を、まあ、5個選んでいいよということで、はい、お子様方に、まあ、こういった特典をつけてますね、はい、あと琉球村の小判ということで、はい、3枚、はい、まあ、琉球村の中で使える通貨になっておりまして、はい、自動販売機以外はですね、はい、まあ、この当日、まあ、このショップなりこのアクティビティコーナーで使えるようにですね、ちょっとまあ楽しみの一環としてそういった特典も付けさせていただいております。はい、あとは、お食事も、全て、込みになっておりますので、まあ、近くのね居酒屋に行っても、まあ、料金的には同じぐらいな価格帯にはなるんじゃないかなと思うんですけども、まあね、楽しみとしてね家族で、琉球村で夏祭りを楽しんでいただきたいと思いまして、毎年恒例で行っている企画であります。これは観光客の方もちょうどツアーが終わって今日はもう帰ってきたと、でホテルからそっちまで向かってっていう方、夕食ねこっちで食べればいいんですもんね。そうですね、時間帯が18時にお食事が開始ということですね。はい、はい、そうです。でこれよく見ると、まあ、去年もそうだったんで聞いてたんですけども、はい、あれ3時まで予約ちょうだいっていう話ですね。そうですね、はい、突然行ってもダメですよっていうことですね、うん、ご飯の用意とかがあるからですかね。そうですね、はい、人数をやっぱり、まあ、ある程度ね上限が、まあ、当日あまり変わってしまうとお食事の準備もありますので、はい、逆にお客様に迷惑に
なる場合もございますので、はい、まあ、当日3時までに、まあ、確認していただければ、はい、でもお席がいっぱいの時は、まあね、お断りする場合もございますが、基本的には、空き席があればお受けしている状況であります、はい、これ期間がね、7月の19日から8月の31日ということで、明日行ってもないですよって話ですね。もうちょっとということですね、はい、夏休み期間中、ね、あと、これあれですか、星座っていうのは星は見えると思うんですけど、ホタルもいるんですか。そうです、雪村さん、雪村の方ではですね、まあ、ホタルがいるこの場所がありまして、はい、そこに、まあ、お客様を誘導して、はい、まあ、ホタルを鑑賞してもらっております。この時期がちょうどホタルの時期、夏休みっていうのは、いや、ずっと実はですね、いる梅雨明けの時期から、はい、まあ、生息はしてるんですけども、はい、琉球村の方ではですね、やっぱり基本的に少し長いような感じがしますね。あ、長くいる、はい、あ、そうですよね。まあ、でも8月の、はい、まあ、この中旬ぐらいまではいるんですけども、後半あたりからはちょっと減少してくる形にはなりますけども、じゃあできれば中旬までに行った方がいいということですね。そうですね、はい、あ、そうかそうか。星空も綺麗なんですか。そうです、とても、まあ、田舎の方って言ったあれなんですけども、はい、ちょっと、街灯とかそういったのがないので、はい、星も綺麗に見えますね。あ、じゃあぜひね、インターネットこれいろいろ見てる内地の方もね、はい、ぜひ琉球村さん、まあ、近くの恩納村のねホテルに泊まったり、茶壇でもそうですけど、本当に夕食の時にちょこっと来てくれたらお子さん喜びますよね、はい、そうです ね大人が美味しいものばかり食べてさ飲んでるっていうんじゃなくて、だって大人も楽しみますよね、バイキングですもんね。そうです、はい、まあ、ドリンクもついてますので、ワンドリンクですけども、はい、こちらの方はまたね、アルコールも、はい、選択できますので、はい、まあ、ビール、ソフトドリンク、青森、各種ご用意させていただいております。はい、わかりました。まあ、毎年やってるイベントということで、でも中身これはもう充実して、結構お客さん来られるから毎年やってるんですよね。そうですね、はい、はい、いいですね、まあ、今年もぜひですね、はい、近年はもう個人のお客様が増加傾向にありまして、はい、まあ、そういった方々、観光のお客様、あと地元のお客様もね、はい、まあ、そういった利用があるので、まあ、毎年開催しております。で、それに伴って今年は、まあ、ちょっとこのチラシには載ってないんですけども、まだ、はい、まあ、急遽決まったイベントがありまして、別で、はいはい、毎週金曜日土曜日、はい、外部団体を呼びまして、またイベントを入れていくような流れの形で進めてまいります。その時のですね、はいはい、もしいろんな情報あったら私どもの方にいただければ、はい、それも流しますから、はい、毎回よろしくお願いします。もう1回ぐらいなんか来るような気がしますけど又吉さんが ということで、今日パート1ということで、琉球村さんでした、ありがとうございます、はいはい、じゃあここでちょこっとだけ曲流していいですか。間を切りましょう、はい、じゃあ夏だパーティーだってこと、 HY いいですか。はい、
はい、沖縄ガイドブックヤサプレゼンツ、今週のゲストコーナーパート2ということで、はい、すいません大変お待たせしました、はい、今日はですね、なんと那覇市金城、はい、那覇空港の近くそうですね、はい、J クラブのオーナーですよね。オーナーです、はい、よろしくお願いします。若いのにお店を自分で持って、はい、大丈夫ですか、はい、はい、ということで、山田と優作さんです。こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします、はい、もうこの人はあの私もう知ってるんで、はい、あの安心なんですけども、今日はイベントのご案内ですよね、まずね。そうですね、はい、あ、いいですか、はい、ワンピースビレッジっていうのが、違う、お今はもう言ってたよ、はい、ありがとうございます。ちゃんと考えてたね、えらいえらいえらい、はい、あのバー J クラブが今度3周年、はい、3周年祭ということで、来週の7月の2日3日、はい、土日なんですけど、はい、2days で飲み放題やります。はい、はい、で男性3500円の女性が3000円で、で夜の7時から朝の5時まで空いてます。これフードは別ってことね。あ、フードもついてます。お、はい、飲み放題だけだと思ったら、まあ、はい、飲み放題とフードもついて、はい、で男性3500円の女性が3000円になってます。これさ、はい、夜のさ、7時から来て朝の5時までいてもいいってこと、はい、これもういいですよ。やばいでしょ、長いでしょこれ、はい、普通12時頃とか11時ぐらいでイベント切るんじゃないの、ね、うわ、全然全然、もう後からね、いろんな人がもう入れ替わり立ち替わり来ると思うんで、はい、はい、その中でみんなで乾杯しながら、まああれだろうな、2日来たら2日の日に、はい、夜中まで騒いだら次の日はやっぱ疲れるわな。疲れますね。そっちも疲れるよね。もうこっちも疲れるし、皆さんも疲れるんで2日間疲れましょうという、はい、はい、そういうイベントですね。3周年、はい、あの3周年、え、はい、自分がやってから3周年、自分がやってから3周年、もともとあのね、この J クラブさんというのは、歴史があるんですよね。そうですね、あの18年9年ぐらいあるお店で、でさっき、ね、CM でやってた上昇釜の近くですよ、ね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、あと那覇市、もともと西町とかなんかあっちの方にあったグループですよね。そうですね、東町かなんかにあるグループで、それで出てきて、ね、ゆうさくさんはどのぐらいもうこの店やってるんですか。僕は働いてもうここで10年ぐらい。10年ぐらいか、はい、今いくつです。今僕は35です。あ、じゃあ25から入ってる。25から入って、その前はオカマバーだったんでしょ。いやいや、そんなことない、違うわよ、イメージ下げるやばいでしょうね。違うわよ、誰がオカマよ。そう、はい、いいね、ノリがいいけど、なんかちょっとぎこちないんだけど、なんかそのノリが若干二日酔いなんですよね。やばいですね、早く午後になったら抜けますよ。もうちょっと我慢してください。はい、おります。それで、まあ、一応自分がじゃあ独立してこの店をくださいということで、そうです、もらってちゃんと家賃も払ってると。家賃も払って、はい、はい、ね、上納金も払って、上納金も払って、フランチャイズ料っていうんじゃないですか。はい、はい、そうですね、それで3年経ちましたと。立派だね。いやいや、とんでもないです。だって従業員さんも女の子やなんかも含め何人いる。もう女性も含めて、合計4名ですね。4名さん、4名いて、ね、はい、はい、で、あれじゃないですか、4人食わすって大変なことでしょ。結構、いやいや大変ですけど、はい、一生懸命やってます、それなりに。まあでも、はい、逆にみんながやってない朝までやってるのがいいかもしれないですね、はい、そうですね、だってみんな昼間だったらもうこの安売りの世界じゃないですか、うん、みんな一杯100円とかそんなん で、ね、夜だから ある程度500円でしたっけ、ビール、ビール600円です。600円ですか、はい、600円でも で、ね、別に十分普通に感じるのは納得してくれて、はい、はい、7時ぐらいだとちょっとそれ高いなと思うけど、そうですね、だから、うん、でも一応ドラフト使ってるでしょ。もちろんです、ね、やっぱり、はい、うん、だってあの安いビールは元が違いますからね、はい、いろいろね、はい、はい、でここフードメニューやなんかを自分のお得意は何があるんですか。わ、当店で一番人気はピザが人気でして、はい、その後にいろいろステーキがあったり、はい、でサラダがあったり、もう結構フードのメニューが多いんですよ、うん、多分30種類ぐらいあるんで、うん、多すぎるかもしれないです。多すぎる。はい、はい、そうですね。じゃあ明日から減らします。いやいや、減らさなくていいです。それでドリンクも結構あの女性に人気。あと何、カクテル？カクテルみたいなのもなんかシャカシャカもやってますよね。そうですね。シェイカーも振りますし、で夏になると結構フローズンカクテルって言ってシャーベットみたいなやつが。大切りみたいなやつ。大切りですね。フローズン大切りって言うんですけど、はい、それにイチゴとかバナナとかいろいろ足して、フローズンのもうね、フレッシュの生の果物を使って、はい、このフローズンカクテルとかも作って、それが最近人気ですね。お、はい、結構だからさっきも言いましたけど、はい、じゃあのね、
あの女性のお客さん癒されに、はい、もう一日もう疲れたって1時2時ぐらいに一人でフラッと入ってくる人いるじゃないですか、はい、そうですね、ここが狙い目だと心を、ねね、そうですね、ゆるい時が一番いいですよね、うん、大村さんもよく来てくれて、やめてください、はい、あんま個人でそういう生活大村さんも1時2時ぐらいを目指して、逆にあのお店の方をのお姉さんと一緒に、ね、連れてって、そのどこか酔っ払ったらもう置いて帰ろうとするダメだっつって一回椅子も壊してますお店体重が重いからイベントの時だよね、イベントの時買ったばかりの椅子、あの新しくね改装して買ったばかりの椅子がガチャーンつって壊れて、もうパキンパキンってなって、パキンって、それからみんなあの時あの轟音でみんな見て、みんな何があったのって思ったら、小村さんが一人だけあーって驚いてる顔して椅子が壊れたっつって、一応それ以来あの新しい椅子は座らせていただけないことになる、あの壊れない椅子、そうです、ね、みたいな椅子になってるようなところなんですが、2トンぐらいまで大丈夫な椅子に、はい、そうですね、はい、まあとにかくじゃあこの7月の2日3日ということでね、はい、それで優作さん、はい、なんとこのラジオで初めて三振を披露したいということで、はい、弾いちゃっていいですか、人に聞かせるほどのものなのっていうのであの提案していいですか、ね、バリバリ言っていいですからね、もう、はい、おはあ緊張するねさっきと声が違うんだけど、はい、じゃあ どうしようかな、じゃあ何曲かスパッてやってもいいですか、はい、まだ時間 2、3曲いけますね、はい、2、3曲じゃあ、はい、途中でダメ出しだったら曲に変わります、はい、海の公共の電波なんですけど、このクラスのものこんぐらいにしといてやろうか、流していいものなのって、いや5曲歌うって言ったから急いでさ番組進めて、琉球村さんまだ喋りたいことたくさんあったのに、しゃべろ、いいよいいよいいよ、あでも ね、はい、いつからやってんの三振は、去年ぐらいから、なんだ随分公共の電波で、申し訳ないけどその練習からちょっと上がったぐらいのものはあれでしょ、そうぜひ聞いてもらいたかったです、それかあれ、いやいいと思う、いいですか、なんか琉球村っつったら特にさこういうのうるさい人たちなのにさやばいじゃない、そういうクラスの人が、もう申し訳ないです、ね、あでもさギターもやりますよね、あ僕ギターの方が得意なんですよ、実はそうそう、はい、そういった形で、そうですね、ギターであれですよ、はい、あのちゃんと自分でコンサートとか行って弦作って、はい、でこれもはっつって上手、あれはもうみんな大満足でしたね、はい、そうです、実はうちの又吉も三振弾けるの、今度じゃあ小室さん、ちょっとちょっと公共の電波公共の電波本当にちょっとだけちょっとだけ無理無理無理、まだ時間ある、あと5分ある、中松さんちょっと触りで触りチャラーンぐらいでいいと思う、じゃあ みんな同じようなもんなのかな、怖いでもこれで聞こえがちもしない、でもね1年でここまでできるのよ、だってもともとギターやってるから そういったあれがあるんですよ ね、そうですかね、うん、はい、待ってんのに放送事故になっちゃうよこれ、何弾くの、何弾けばいい、何そう、BGM 程度のもの、 BGM 程度とか分かんない、もう今テンパってるもん、なんでよじゃあ一番簡単なのが朝戸屋ユンタなんでしょ、うん、あいいっすね、ああ、こっちの方が音色がいい7月2日3日は3周年祭バー J クラブよろしくお願いいたします、もしかしてそれで
ていうかこれ多分ね今日ねラジオ聞いてる人耐えらんないよ、ね、この特にこの後半のこの盛りやばいですよね。違う5曲歌うって言ったから時間空けといたのにさ、ね、ね、でもギターもやってるし、ね、当日イベントの時もみんなに披露したら、じゃあギター弾きます。ギターのなんでじゃあ今日ラジオでこっちやってるその方がなんか沖縄っぽくていいかなと思って沖縄っぽくていいからさ違う電波聞いてる人のこと考えてよ普通ギターは何年やってるんですか。もうギターはもう中学校からずっとやってて、あそっちはまだいいけど1年やったのでさあの前さ沖縄プロレスっていうのがあってやっぱりそこのね、はい、あの人急にあの内地から来てやっぱりあの半年っつってだからこれも人にあんまり聞かせるようなもんじゃなかったけど、みんなでも弾いてみたい。よかったね今日はそれだけでもね。よかったです、はい、この間はどうしてくれるの全然いいじゃないですかね、うん、はい、ということでまとめましょうそろそろ、はい、もう時間もまだたくさんありますけど、はい、もうお聞き苦しいから早く音楽に変えようかなというような形です、まず、一度こちらの方ね、J クラブさん、はい、これは那覇市金城ということで、これは那覇西高校の前といえばいいのかな。そうですね那覇西高校の蓮向かいぐらいね。はいそうですね、はい、で、コンビニのすぐ隣ですので駐車場そこに止めちゃっていいですから、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、でこちらが7月の2日と3日ということで、午後の7時から朝の5時までやってますから、男性が3,500円、女性が3,000円、おかまがいくら3,250円、はい、ということですので、こちら何かありましたら0988578100ということで、一応優作目当てに、来る方も結構多いんで、ね、はい、当日ご飯もたくさんいますよね。そうですね、はい、僕も行こうと思います、はい、どっちかですよ両方無理ですね、はい、顔出そうと思います。よろしくお願いします。そしてもう一回おさらいで、はい、琉球村さんの方、夏のイベントということで、はい、7月の19日から夏祭りということで、こちら、夜、ね、18時からのお食事のスタート、はい、15時までにご連絡をいただければということで、3500円の中でバイキングが入っています。ドリンクがワンドリンクついてるんですね、はい、ワンドリンクですね、はい、あとこちらいろんなゲームとかホタルが見れたりとかね、芸能ショーとかもやられてますよというようなことですね、はい、それと、ワンピースということで、はい、メニューも増えました。増えました。ということで、中国人増えます。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 中国の人が爆買いしてくれてるから、私は黙ってても売り上げがいくから安心よというようなお話で、そこまではいうお話ではないですか。ないですね。はい。でもどうしてくれるのよこの時間。普通さギリギリまで喋るのにさ。なるほどね。はい、じゃあもう一曲弾こうかなじゃあ。いやいやいや大丈夫、はい。もうゆっくり喋りますから。いいです、もうもっと旅行情報流せばよかったですね。あとすいません、うちの方なんですが、僕の、実は、花火大会のバスを出してるんです、7月の16日ということで、はい、1人4980円で、今回はもうワンピースさんのとこあそこ入らないっていっぱいって。あの予約で、うん、あの夕食取ろうと思って、うん、しょうがないから今回は大宜味シーカーサーパックってところ寄って入るコース4980円っていうね、うん、コースでありますので、こちらも、お電話の方をいただきたいと思います、はい、電話番号がまあ分かんないからいいか、あの一応はい、ということで、また来週そこら辺は言わせていただきますので、はい、青葉沖縄ビッグ青葉ということで旅行会社も作ったんで、はい、ビッグツアーセンターということで、うん、そちらの方にご連絡をいただきたいと思います、うん、ということで今日久しぶりにこの曲の分だけ、はい、2曲ぐらいやってよかったかもしれないですね。あ、なるほどね。また後の番組でじゃあ2曲やりましょうね。はい、また来年、また来年じゃ。また来年っていいですよ。もうもうちょ、あ、そうか、練習練習練習すればいいですよ。修行します。はい。はい、ということで今日は、あれですね、琉球村は、中松係長さん本当どうもありがとうございました。はい、それでまた又吉さんいつもありがとうございます。はい、で J クラブは優作さんということで、はい、お送りいたしました。沖縄観光情報オムリンが一人でやりました。野菜屋さんアンテナ、この番組はチヌマングループ沖縄フードディスカウントサービス、ABC レンタカー、空港パーキング、旅行センター、日本そばダイニング、上昇釜、5月26日にオープンいたしましたワンコイン居酒屋、バル、マキシ2丁目でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブックヤサを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしました。それでは皆様充実した1週間を See you next week。 じゃあ手振ってください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。